ブリーキングダウン、醤油2期と平石が2バーサス2戦で圧倒喧嘩自慢双子を撃破。ブリーキングダウン6。2022年11月3日、寄宿都内防所。第12試合スペシャル、2オン N2 マッチ 77kg 以下。丸醤油2期平石光一。判定5-0。双子の剣双子のよし。今大会唯一のニオ N2 マッチ。 5.5大会でハイメを倒し実力を証明した醤油2期と第5回大会では売田た順子を倒し名を上げた施設育ちのボクサー平石がタッグを組んだオーディションで二人と乱闘騒ぎを起こした喧嘩自慢の双子のケンヨシと対決することにゴングが鳴ると双子は一気に醤油2期に襲いかかるも平石が割って入り平石とケン、醤油とヨシの組み合わせに それぞれ平石、醤油がパンチで圧倒する展開だが、剣が醤油に飛びかかり相手が入れ替わる場面も、後半は剣が盛り返し、平石を刑事に追い詰める。しかし、一方の吉は醤油に殴られ、倒され、終始圧倒されっぱなしだった。判定は常に公正に出ていた醤油平石チームに軍配が上がる。 特に審判解説陣からは醤油2機の強さを称える声が多く、今後に期待が持てそうだ。